試の点数とかって、あ、まあまあ大体何点ぐらい。そうですね、一番最初はもう全然120点とか170模試で1回も超えたことない。負の場合に超えてると安心してやんなくなるタイプなんで、私はぴったりでした、ね、ぴったりで覚えても180点、最後までこれは息が抜けないなって。もう一番最後の模試もじゃあ超えてないんですよね。一番最後の1個前が180超えて、うん、まあ、山当て模試とかそういうやつですね、それは超えたんです。超えてて、逆に自己採点のやつは切ったんで、あ、やばい、逆にそこでやばいって思えたのが、超えてる場合はあれだよね、そんなに復習に時間かかんない。そんなことない、結構時間かかります、うん、大体どのくらいで1回の模試の復習が終わってたの。あ、でも1日ではやろうと思いましたけど、まあ、できなくて、うん、例えば今日は民法での時に、あ、そうだ、あそこからやるっていうふうに復習からやって、自分の勉強のところでそこに入れ込んでみたいな。そうですね、普段の勉強にやっぱり盛り込みなさいって言われてたので、もともと僕はあの数学をしてなかったので、先生 の, その動画でおっしゃってたこととかを実践するしかなかったので、だったんですけど、とにかくあの模試にとらわれて、1日模試だけっていうのはちょっとやらないようにして、そこにこう組み込んで、まあ、何日も引きずらないで、最後の方はもう1日1回 の, その第1回公開模試だったら1日でやって、で、次の日は第2回やったりとかって。模試で間違えた問題と、それから迷ったけど当てずっぽでやったら当たった問題ってのは、まあ、例えば三角の問題のところにつけといて、それを1日じゃなくて民法の日とか憲法の日とか決めてたので、行政法とか決めてたので、その日に普段の勉強の中に組み込んで間違えたところを一緒にこう復習じゃないですけど、私の場合はもう悩んだとか三角にして、でやっぱりそっち側間違ってたとか、違ってた場合はそっちをまず軽く覚えるような形して、もう全く見当違いのところに関しては通勤時間がやっぱ40分ぐらいあったんで、その通勤時間にもう回答で間違ってたところから全部バツして、ここは自分で覚えないとダメだって決めてたんで、朝晩の通勤の時にずっと回答だけずっと読んでます。試験中に確信を持って答えられてないところは全部こうチェックをつけてまして、あとは当日と3日後と、1週間後っていう風に分けてやりました。どうしても忘れてしまうんで、3日後にやって、でさらに1週間後にやって、忘れてる覚えてないところはもう1回チェックをして、であとはもう通勤時間とか、まあ模試もそうだし、まあ、あの記述全体の対策と、それ模試の問題にも必ず3問入ってくるじゃない、あれってどうやって料理してました？まず模試終わったら、その問題と回答を別に分けて、記述問題60問のやつと一緒に置いといて、で直前期はもうそれを先生が出るよとかチェックねっていうおっしゃってたところを、まあ重点的に見て、これも言われた通りなんですけど、その記述の問題だけをピックアップして集めて、最初僕はちょっと書かないと結構ダメなタイプだったので、結構比較的書いたんですけど、やっぱり時間が結構分かんなくなってきちゃったので、頭の中で歌いなさいっていうのをやってっておっしゃってたので、そのままも何回もやっぱ書こうと思うと書けなかったり、すごい不安だったんですけど、でもこの試験は似たような問題が出たときに書けたので、意外とやっぱ反復なのか、60問やったときに結構箇条書きにまずしてみるといいよっていうふうに、あの先生のアドバイスがあったので、まずそれをやったんですね、これは何が論点なのかなとかっていうのを箇条書きしていって、でその後で時間がないときはちょっとそこでもう、例えば仕事とかで時間がないと終わりして、時間があるときはそれをこう自分なりに書いてみたりとかはしてたんですね。あのそれぞれの民法やる日、行政法やる日にそれぞれ割り振ってやるって形です。何回転ぐらいですか？あの60問のやつを、あ、それと、まあ、模試なんかも切り離して、あの他の予備校の模試とかもいろいろ入れてみたら、模試なんかは模試で解く、それから授業なんかでやった後に、少なくとも2回転はやろうと思ったんですよ、多少余裕があったんで3回転目に入れて、3回転を終わらせて試験を受けるっていう形に取れたので、こうちゃんと書く場合と、まあ、もちろん要点だけピックアップするっていうのと、それを繰り返したっていう形ですね。あんまり夏まではあまり記述を真面目にやってなくて、もう基礎力強化じゃない、自分で勝手に決めて基礎力強化ってやって、夏以降に60問ですとか、あと、復習部屋であの記述の問題とかいただいてたんで、あれをもう徹底的に読んで、もうこう来たらこう答えるって覚えるみたいな形で、あとそれと模試ですね、やっぱり切り離して読んでました。どのくらい何回とか見たんですか？
もう本当になんかこう出てきたらこうって分かるような感じになるまではずっと読んでたんで、ものによってやっぱり民法とかで自分が弱いところに関してはもう10回でも20回も読んでましたし、もう行政法ってちょっと分かりやすいやと思うようなのは本当にもう 4,5 回とか、うん、やっぱり本当に読むだけなんで、それは回数をこなせたと思う。問題集を全部5回転6回転ぐらいありましたね。翌日でさらに次の日で1週間後1ヶ月後っていうのを全てローテーションを組んで、でその中でもこうできないものがどん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 精査されて残っていくんですけど、それだけをもう反復練習していくっていうことですね。なるほどね、まあ、そうやって繰り返していくと結構な回数やれますよね、多分ね、はい、そうなんだ。